プリキュアオールスターズ F 見てきたよ感想発表会、よろしくお願いします。プリキュアのことをいっぱい扱っておられるカフェの店長さん、お父さんでございます。カフェです。はい。そして僕も詳しく翔太さんとおっしゃいましてですね、翔太と申します。プリキュアのお仕事もちょこちょこ、そうですね、ちょこちょこ公式に絡むような仕事もさせていただいて、公式に絡む仕事をしてるんですよ。ただ何者か全く知らないですっていう、この大人の3人、大人のお友達3人で今からちょっとね、感想言っていこうじゃないかということですけども、まあ当然僕もね、あの公式の方のチャンネルの方で応援みたいなこともやらせていただいたんですけども、でお仕事で、2回見て、でその後、プライベートで娘と3人で1回で計3回見たんですけども、僕も号泣しました3回目1回目より2回目以降のが泣けますよね。ちゃんと話のストーリーが分かってると、あれってどういうことなのか、その奥をね見ることができるので、僕同じ映画2回見たことないんですよ。で原西さん今回出てるんですよねという、はいはい、お話をいただきまして公式サイトから言われたんですよ、探してみてくださいって言って1回見たんですよ。全く分からなかったですよ。で2回目、あそこ出てますからって言われて見たんですよ。全く分からないですよ。3回目娘に、パパ出てるから一緒に探そうって言ってギュッて見たけど全く分からないですよ。最後に あそこだよっていうのをちょっと皆様にねお教えしたいと思うんですけども、5回見ても全然見つからないんですよ5回見てんの、私も10回くらい行ったんですけど未だに軽く超えていくやめていくもんね兵庫ちょっと待って、俺でもよく分からへんけど6回目ぐらいからはどういう気持ちで行ってんの。だんだん、うん、あの見ない日が3日とか続くと、はい、行かなきゃってなるんですよ薬じゃないそっちそっち、ただどっちにしろ今回情報量がすごかったんで、確かに最初に感想から聞きましょうか。今回はあのネタバレがありますので、あのまだ見てないという方はあの映画を見てからこの動画をね見た方がいいとは思います。それでお願いします、はい、例えばですね、あの、まあ、プリム、新しいキュアシプリムが出るよって言われて、はい、実は、まあ、プリムはプリキュアと戦うんですけれども、うんうん、1回目見たときはあなんか怖いなって思ってたんですけど、2回目に見たときになんというかある種の切なさというか、そう悲しさがありますよね。あのそう、例えばプーカをパンって放り投げて、うん、あの撃とうとするんですけど逃げてる背中を、はい、に撃たない、撃たないですね。だから本人にも葛藤がある、うん、その辺を見てあーって思いました、うん、どうですか、この映画が最高なのかさそうではないのかっていう、うん、全然自分の中で情報が多すぎちゃって、うん、わかんない感じだったんですよ、はい、正直、はい、でただ俺の中の幼女が1回目の時はポカーンとしてたんですけど、はい、2回目以降、うん、激しくプリキャーってなってきてくれて、はい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 、ずっとプリキャー追っかけていた人たちは本当に涙を流して追い落ちてたけど、ここ1年ぐらいの幼女先輩たちが果たして追うってなるかどうかはちょっとわからないっていうのが正直ね。今私41なんですけど、はい、私らの世代でいうそのウルトラ兄弟の映画の感覚に近いのかなって、うん、私たちの世代ってテレビでウルトラマンはよく見てないけど、なんかお店に行ったら人形もたくさん見てるし、うん、でウルトラ兄弟が出てきて活躍する映画があるって、なんかわからないけど面白かった、うん、もしかしたらそういう感じなのかもしれない。まあそういうね、でも知らないプリキュアもいっぱいね、特に主人公っていうかメインどころはここ3シーズンぐらいのね、プリキュアたちが一応メインで出てますから、っていうのも僕もちょっと思ったんですけど、出てきた過去のプリキュアたちをよく知ってる人が見ても、うん、出てきたってなって面白いし、知らない人が見てもじわ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 仲間が集まってくるっていう、うん、ロードムービー的な、うん、そうそうロードムービー的なになってるんですけど、あのサマーとラメールのあの際立ちったらないでしょ。最後のところでね、はい、戦闘シーンのところで、はい、2人が思い出す感じのところがある。あそこね、一話の回想、結局地球がこう戻っていきながら、そうですそうです、いろんなプリキュアたちの思いがこうね、あそこのサマーね、似合ってもらうときもね、めっそ可愛いっすあそこ大好きですの、いや結局あそこみんな号泣したでしょ。ハートがパーンってマークと一緒に出てくるじゃないですか、はい、そうマークごとにグループのリーダーが誕生していくっていうシーンがねあるんですけど、あれ以降ずっと泣いてるんで、もう泣いてるからね、ただね画面見えてるスクリーン、いやつうかもうぐしゃぐしゃになりながら、おおだから50超えてるおっさんがおおお言いながら見てるわけですよ見てない人見た方がいいよ、いや本当に、だから俺今すぐ今すぐ今すぐね、あの長女の影響で俺は見てるから、はい、入りは全く一緒なの、映画の入り、あドラあのシーズンの入りが、だからもうココと望みがあのバルーンで喋ってるところからもう同時にうわー泣いてんのよ娘も、あやっぱここで泣くわー言うて、で、刹那と
ラフが殴り合ってる、はいはいはい、ね、ミチルとカオルと4人でスプラッシュのメンバーいてる、もうあっこもずーっと泣いてましたね。あもう感動がもう、いやだから本当にそういう風なプリキュアオタクたちは大喜びな内容だったわけですようん、うん、けど今から僕は文句を言うんですけど、今回ライトを振るタイミングが、うん、とても難しいじゃないですかそうです、だからそこがね僕の中の養生はノーって言ってるんです。そうですよ、僕もねミラクルライトのイメージって妖精が出てきてプリキュアに力を貸してくださいっていう分かりやすい力が言うことがあって、はいはいはい、でもうみんな振ります、頑張れ頑張れ振ります、ありがとう力をもらったよってプリキュアが画面スクリーンに言う、届きましたって言う、じゃあもうやめていいんだって分かるっていう、そのスタートと終わりがやっぱちょっとね、ちょっと分かんなかったっすよね、分かりにくかったっていうのは僕も、私逆に、はい、それを、ま、状態を目の当たりにした、面白いなこれって思って、うん、普通にミラクルライトを振る べきではないっていうのも変なんですけど、振るところじゃないところでなんかちょっとキャラがへこんだり落ち込んだ時に子供たちがライトを振ってあげた、これ面白いなと思って、ありましたね、頑張れって言ってるのありましたね、はい、落ち込んでる時に頑張れみたいな、今回はい、応援上映っていうのを大々的にやりまして、うん、大人にもお子さんに配るのと同じものを全員に配った、はいはいはい、あピンクの子ですね、はい、だから新宿や大泉の映画館ではもう来てる全員、大人も子供もそのミラクルライトを振ってるっていうすごく珍しい光景を見でやりました。ミラクルライトって青とピンク、はいはいはい、ピンクの率が周り見てもめっちゃ高かったんですけど、そんな感じがしました。私も出た時両方ピンクだったんであれ周り見たら青あんまないなと思って、あれと思ったんですけど、あと今回、はいはい、うん、ミラクルライトがめちゃくちゃ明るくて、そうそう明るいですよね、はい、面白かったのがずっとお子さんが振ってるんですけど天井が光でワヤワヤしてるそう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 、そのもう単発のパワーがすごいですよね、はい、誰か一人つけたらスクリーンの上の方がふわーっとちょっと明るくなったりとかしていたので、はい、なんかもうそういうありさも全部含めて、あこれがプリキュアの映画なんだなってなんとなく納得してました、うんうん、超合金スタッフサイドがこちらに対してお前らちゃんと理解してるのかみたいな、うん、なんか挑戦状を叩きつけられてるような今回映画だったなって感じもあるわけですよ。だからドリームとバタフライとで蝶々のコンビみたいなとか気づいてないとこまであんねやろなっていうのがもうすごく、例えば魔法使いだったらあそこにいちごメロンパンの車があったの気づきましたかとか言って分かるかいな、俺もそれねいろんな仕掛けありますよって言われて、うん、タコカフェのカーとかあったり、うん、本当に今回はだからその DVD なりブルーレイを買ってコマ送りで見ないと最終的に挑戦状の答え合わせができねえなっていうのを思ってはいるんですけど、それで言うと俺がどこに出てたか、あそれヒントくださいよ、もうでも、はい、俺見て聞いて見て分かってないからね全員との戦い始まるじゃないですか、はい、で全員がこうドーンって出てきて戦う、わー戦い始まるんだみたいなシーンで、あのねブラペとかがカオルちゃんとかドラセさんのカオルちゃんとかが応援するとかあるんですよ、はい、あそこです、あそこあそこです、あそこのどっかにいるんですって、俺自分確認できてないから。あれはもういろんな人がいろんな人を探してて、いまだにみんな探し続けてます。だから映画やから止められへんから。あれ藤間さんもいるんですか。あ、そうそうそう。だから二人で見てるっていう。なるほど。すっごい気になってる。ちょっと聞きたいんですけど、マカロンのツンデレのツン広すぎなかったっすか。いやツンっていうかもう完全にヒステリックだったんですよ。そうや、あれあんな感じやったかな。しばらくお会いしてなかった。触れてなかったので、久々に見てあれと思ったんですけど、あれをまあ。ゆかりさんは気まぐれなところがあるので、はい、簡単に我々の理解を超えていく人です応援上映では本当にマカロンとショコラが背中合わせになった時に大歓声なんかまるで歌舞伎を見てるみたいでした、ね、あ、そうなんだ、まあ、様式美な感じになっちゃってるんだね、つまり俺もだから遠い昔の記憶しかないからさ、お互いが憧れるみたいなその、まあ、好きというか描いてましたっけそういうとこ、え死ぬほどちょっと私も本編の描写とファンの妄想がだいぶ入り乱れて、うん、そういえばどうだったっけって今なってますけど、うん、ただあの二人はもう結婚しててもおかしくないなと思ってたんで今回、はい、私がめっちゃ印象的だったのが、うん、ラストシーンなんですよ。あそこ一瞬だけ空に地球が映るん
ですよ。ああ、はいはいはい、つまりみんなプリキュアたちと2人が立ってるとこは地球じゃないんだなって。ああ、なるほど。でこの間の舞台挨拶で、あのプーカ役の種崎敦美さんがそこの脚本のとがきに書いてあったことっていうのを紹介してくださって、そこに書いてあるのが、うん、新しい世界に立つ2人はプリキュアっていうとがきがあったそうです。ほー、2人でやっていこうっていうなの F が2人はってことなのかもしれないですね。その F かもしれない。新井さん的に F って何でした？いや、俺はほんまもうベタにも未来永劫続いていきますよっていう意味のフューチャーですけどね、はいはい、フューチャーフォーエバーフォーエバー、あ、フューチャーフォーエバーか、永遠、そういう意味って思いましたけど、1回目見たときは、はい、シュープリームって結局偽物だったわけです。そうですね、プリキュアじゃないですよね、全部偽物だよっていうことでフェイクってことをちゃんと思ったんですよ。ああ、なるほど。ただ2回目以降はずっと泣いてるだけなんで俺も何が F なのか考察に入らないというね、考察に入らないっていうか、う、私が言ってたのはもう、うん、F はフライデーの F だと。フライデーの、もう今回祝日とかでも何でもない同平日の金曜に公開したけど、それでもお前ら来るよな初日にっていうこの決意の F だっていうふうに、あとはもうみんな言ってるような、もうフォンテーヌとか、はい、フラミンゴとかフィナーレとか、はい、あとはバタフライとか、まあ、適当なこと言ってましたけど、ね、まあ俺もこれ聞いたんですけど教えてくれなかったですね。それはもう皆さんのみんなの中の F ですって言ってたんで、あの週に1回か2回ぐらいあの静岡のプリキュアさんで来るんですけどわざ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 、はい、その人が言い出して死ぬほど面白かったのが、うん、F は多分プリキュアの F だと思うって言われてP じゃないですね、 P じゃないけどプリキュアの F だと思うって言われた時にプリキュアに F はあるか、あ、まあ、でもカタカナの木の中には入ってると言えなくもないかもしれないです。いや、それはその木だね、こうね宣伝の中ではあのファイナルハテナみたいなのもありましたけど、ああなるほどなるほど、オールスターズとしてはファイナルの可能性もありうるのかなとちょっと思ったりはしました。まあでもそのなんだろう、戦隊の映画とかライダーの映画とかでも全員出ますよってなんだかんだ、ね、ずっと続いてるんで、平成昭和令和みたいな感じの分け方をそのうちするかもしれないし、超合金で俺この映画のそのアンバサダーみたいなことやってもらいますよって言った時に一番最初に聞いたのがエンディングソングは永遠のお友達ですかってすぐ聞いたんですよもう俺あれが出てきたらもう俺その日ずっと泣いてましたね。頑張らんでダンスが来るかなってちょっと気持ちもあったんですよ全員でこうね、全員でこう来てくれたらもうとかね、まあいろいろありましたけども、ということでまあちょっといろいろ喋ってきましたけども、あのそう、それからですね、こちら今ねオールスターズのプリキュアがこういてるんですけども、プリキュアのキューティーフィギュアの方をですね完全にコレクションできないっていうのがずっとありまして、それは何かと言いますと、こちらですねトロピカルージュプリキュアのローラという人魚の人魚がそのプリキュアになるというキャラクターがあるんですけども、それがこれがローラという、キューティーフィギュアなんですけども、キュアラメールというプリキュアのキューティーフィギュアが出てないんですよ。出てないです。発売してないんですよ。出てないんですよ。出てないんですよ。なので薄くずっとは完全にはコンプリートしてないなっていうのが、これ当ててる方みんな思ってると思うんですよね。ちょっとあのバンダイさんぜひですねキュアラメールのキューティーフィギュアをあの発売してください。よろしくお願いします。大人のお友達を代表して僕はあのバンダイさんに言っておきましたので、実際あの、はい、会社かなんかに行って頭下げていただけるのも大丈夫だと思うんですけど、超合金今度またね25周年で、うん、あるかどうか分かりませんけども、はい、なんかあったらまたね、招集かけますので、ああその時はご意見を聞かせてください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。